と何がありますかね。スポーツとか役者、あ、芝居、あ、役者や。はいはいはい、キャラクターあれはるからね。いけますよね。まあ芝居も何回か舞台上がったことあります。ちなみにどんな役で。一つはこんなボーイさんみたいな役で、はい、で結構メインで。あ、ボーイさんがメインってどんな世話しい芝居注文とか、まあ、忙しいね。ボーイさんがずっとタクシーの運転手さんが主役のドラマあるけどね。ボーイさん主役、そこに何の人生があるんですか。で、まあ、置き方が違うとか。そうそう、置き方も違うし、下げ方が違うとか。いや、それはまあ冗談です、うん、え、冗談なんですか、それ。男と女がこう、はい、2カップルあって、はい、そこにまあそれぞれこう、ええ、物を出すと。で、まあ、その中でこう出す時にいろんなドラマがあるというような感じなんで、あ、まあ、僕は主役っていうか、まあ、常に映ってるというか、出ずっぱり状態、出ずっぱり状態の感じ で、はい、で最後、まあ、うん、そこのお店の物語みたいなんで、それは僕が大切にしてたお店やというふうな形で最後こう泣かせどころがあるんですけど、またもう全然感情入らないんですよ。あ、ちょっと やってみてください。それセリフ覚えてないですよ、その泣かせどころ。まあセリフあんま覚えてないですけど、はい、このお店は僕が大事に父親から引き継ぎましてっていうような話なんですけど、うん、全然感情入らない。なんか今ただ面接に来たって言ってたから面接やん。普通に喋ってるじゃないですか。ここは僕のねとかそんなないですか。こうやって本読んでるよりも下手なんですよ。で、見に来た人に言われて、何がしたいねと。いや、あんたあんまりにも下手すぎると、もうあかんって言われて、まあ、なんかもう役者もダメじゃないですか。歌手もダメ。役者、あ、歌舞伎俳優とか。いや、あれはあかんわ。それは世襲とかいろいろあるから。ただ白塗って歩くだけじゃないじゃん。おネギってずっと毎日歩いてる。あれ、あの髪の毛ふんのんとかレンジしね、はいはいはい、あんなんもう言葉なしの。だからね、実はね、まあ、僕最近思ってるのは、はい、照れたり恥ずかしいのがあるから、ね、最近着ぐるみ着ようかな思ってるんですよ。あ、そう、顔分かれへん、いっぱい。いや、それいいですよ。その着ぐるみ、だって夏場暑いですよ。それで触れても誰も知りませんで、トラッキーの中みたいなもんでしょ。俺やねん言うても、その絶対おしゃれ。着ぐるみが、まあ、僕の顔で着ぐるみ着るとか、まあ、僕みたいなもん着ぐるみ。いや、ほんま真剣に変えてる。どうしてそんなやろ。そんな可愛い顔でもないですよ。そうなんですけども、着ぐるみはでもキャラクターのもったいないよね。美味しいスイカにさらに輪っかかけるようなもんやから、もう十分に着ぐるみみたいな体型ですからね。もう体型はね、そうだけど、まあそれもありかなと思って最近ね。そうか、はい、全滅ですね、とりあえず。じゃあこれ芸能界これ何かあるはず、何かあるんですよ、普通は。何かあると思います。何かないですか。募集したら結構来るかもしれない、うん、そうですね、募集していただいていいですか、ね、なんかまあ 何もできない、歌は下手、うん、デジラとかは。デジラもできないんですよ。できない。脱出マジックとかできないですか。死んでしまいます。いや、死ぬのは死ぬんですけど。いや、多分何かして脱出しなくとこで、ああ、引田天功初代みたいな。死んだら、ああ、それ一発屋で新聞乗りますけど。その時だけですよ。めっちゃ可愛いですよ。なんかスカイツリーの上にすぐ登るやつとか。そう。でもね、これ何がおかしいんですか。ゲロなんで。これ死んでたらどうします。トーク番組できないじゃないですか。そんなゲロなね。一人で勝手に。それはガガガ。で、それはメリハリやから、ね。最悪ですよね、本当に。いや、でも人柄ものすごい、そうそう、もう素晴らしい。要素はあると思うんで。でもあれでしょ、土地や建物を見る目は負けないでしょ、はい、あ、それはもうそこだけは真剣なあれでしょ。そりゃそうです、はい、それなかったら、はい、うん、長年できへんよ。ということはもう不動産屋頑張りませんか。そう、本業頑張りましょう。結論そこや。ね、そうね、はい、もういいじゃないですか、うん、なんかこうしこり残りますね、今日帰ったら。あ、まあ結論出たり募集してメール来るかもしれへん、はい、そうね。まあ、またその時にほんだら、うん、はい、あの次なあ次でゲスト出てもらうまでに、うん、はい、なんか芸を作ってきてください。はい、わかりました、ね、はい、うん、何でもいいじゃない。作品でもいいですよ。なんかあの陶芸とか作ってきたでもいいし、何かを。めっちゃ地味ですね。いや、それ何でもいいですから。はい、な、1年後に分かる、うん、何が芸を。1年、はい、長いですね。いや、1年くらいいると思います。いると思います。はい、
だって芸能界目指してから今で何年ですか、ね、7年ぐらいです。7年でしょ、うん、7年で今のあれでしょ技術やから1年はかかりますよ、やっぱりなんか、うん、ね、長期プロジェクトでね、そうですね、うん、1年計画で1年で、はい、まだほんなら MM 尼崎まだ、はいはいはい、ぜひ、はい、まだご出演させてください、はい、はい、よろしくお願いします。どうもコバさんでした、はい、ありがとうございました。